そのために芸術的な表現はには、まあ、割とこう使いやすい便利な書体だというふうに考えられます。楷書に比べてここですね、まあ、まず運筆、筆運びですね、それが早くなったり遅くなったり、あるいは力を抑揚ですね、力を入れたり抜いたりというような動きのはっきりとした書体である筆の筆の書いてあるんですね。それも割とこう見えやすい、そうして比べると筆の動きが分かりやすい少量書体ですね。ということで、まあ、柔らかさとか、あるいは流れが感じられやすい。で、一字一字のまとまりや、もう一つもう一つのまとまりもあり、なおかつ動きも感じられます、正直言いますというふうにして、割と、読みやすい、割と早く書きやすい、そして、芸術的な表現もしやすい、まあ、言うたら非常にオールマイティな、便利な書体だというふうに考えられることができます。ですから、まあ、例えば楷書だったらきちんと書かないから、ある程度も書体の用途が固定化されるというような場合もありますけれども、行書の場合には幅広くいろいろな表現に使われるということで、まあ、言ったら一番こう学んでおくと、使い勝手の良い、そして実用的であり、なおかつ芸術的な部分もこう表現できる、便利な書体だというふうに考えられますので、ぜひ、まあ、行書しっかりと学んでもらって、その自分のですね、腕の見せどころというふうにしてもらうと、いいかなと思います。全部残っていません。それは、まあ、よくお話にあるんですが、唐の時代の大宗皇帝というね、まあ、これも出てますけども、南天女 の作品も含めてですね、すべて、まあ、当時の皇帝ですから、非常に力を持っています。まあ、7世紀の時代の話ですが、王羲之は、4世紀の人ですね。ということは、王羲之の作品は、まあ、4世紀の時に、王羲之の、まあ、言ったら、書いたものはすべてこう、その当時の王羲之は有名な人ですから、どなたも王羲之の作品が欲しいということで、あちらこちらにも、まあ、多分親戚の方に散らばって持ってられると思います。それをその、まあ、300年のうちの大宗皇帝が、まあ、大宗皇帝もいわゆる皇帝ですけども、諸皇帝としても有名な方です。そして自分の書の、中で王羲之の作品を非常に、それ以外に例えば古都、ね、事件の字でも今見てもらっているグラフを見ますと、1行目の一番、2行目の一番下に1つあります。ね、それから、あと後半にもあと2回ぐらい、最後の行から3行目の一番下にもありますね。同じ字がいくつかあります。このことという字も、あるいは、ところ、書ですね。あるいは持って以上の意。こういう字が、まあ、2字もありませんけども、これは3つ。これも4つぐらいですかね。これも4、5個あります。それに、同じ文字が、まあ、こう324文字の中にも入っていますけども、これ見てもらうと分かるんですが、すべて文字の形、崩し方、同じ行列ですけども、全部表情が違うんですね。それほどやはり、一気に書いた、文字のやつらありながら、それほどこう変化に富んだ作品、あるいは、まあ、文字を王羲之が書いたと。で、先ほどのその話に戻りますが、それほどやっぱりその時の、まあ、気持ちの高揚、あるいは雰囲気が良かったんですよ。文字がずっとこうつながって最後までいったと。途中で消したけども、それ以上今できなかったというのも、こういった文字の中での一つの勝負として、まあ、見れるんじゃないかなというふうに考えます。で、その臨場する場合には、4文字と6文字の臨場の仕方がありますが、私はまあ4文字の臨場を進めたいと思っています。最初は学ぶ場合はね。で、それを、まあ、大体、学べたなと思われましたら、今度は半紙に6文字。6文字になりますとね、今度はね、章法といいまして、まとめ方、章法というのはこういう文字なんですが、文章の章にね、
商法といいます。これはあの紙面に文字をうまくこう収め方のことを説明しています。ですから小さい半紙であっても六文字を書くときには大小あるいは左右の並びそういった文字の大きさをうまく感覚をつかんで入れる必要があるんですよね。これは大きくなっても作品編集です。ですから小さい半紙の中でその感覚を身につけるときでは6文字で書くことは非常に感覚を身につけるためには良い方法だと思いますので4文字で文字をリードされてある程度造形選出が理解できたら6文字に移行していくという勉強の仕方をしていかれるといいかなというふうに思っています。これはまあ創作にもつながっていくということですね。臨書というのもご自分が書かれた作品ということで一つの作というふうにして認識しながら書き進めていくことがいいかなと思います。あくまでも学ぶんですけども作品を書いているとその意識を必要であるというふうに思います。ということでまあ、それをこう、この場合です。はい。